こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、ピラミッド企画の特別編集版、第1話です。ご要望いただいたノーカット建築ターンを100倍速で流しつつ、企画の振り返りをしていこうと思います。目で追えるスピードなの？見慣れてくるとなんとかです。なお、データ加工にやや時間を要するので、次回は出来上がり次第です。多分全部で3話になるものと思います。さてまずは、ゲーム開始早々に風車型でダイヤ装備を整えて、軽く周辺探索を済ませてからの、最初の建築ターンです。というか、土木ターンよね。第1層はおおむね 85% ほど、整地成分が混入しています。まあまずは簡単に企画の説明を。この企画は村を覆うピラミッド建築を目標に置いていました。その要件は、村の井戸が中心でてっぺんが 2×2 で、各層ごとに異なる建築材で構成されたものです。かつ、建築材は入手可能な1メートル立方体固形ブロックと、ハーフブロック2枚重ね、積雪8枚重ねの、全164種類です。トータルで10万1000ほどのブロックの、巨大建築物企画ね。まあただ、以上の話は建前みたいなものなんです。その実情は164種類の収集目標を達成する企画に、毛が生えたものです。なので建築企画というよりも、鍵括弧これで私も建築系鍵括弧閉じ企画なんです。つまり、この動画は毛の部分なのね。さて、ざっとなぜこの企画立案に至ったかをお話ししますと、私がこれまで建築は愚か、地上ブロックの大量収集で遊んだことがほぼなかった要因が大きいです。マイクラのプレイ歴を遡ると、まず村人の家企画までは描画距離対2位、つまり32メートルの世界でのプレイだったんです。村の中ですら普通に迷える描画距離よね。まあそれで地上探索は最低限度に済ませ、第2位でも差し障りない、動作の軽くて快適な地下にこもることが多かったです。で、その後 1.7 で数々のバイオームが追加され、新パソコンで地上なんてなかった企画を始めたわけですが、冒険の時間に時間を追われてしまいました。めちゃくちゃ時間かかったわね。そしてなんとか企画を達成するも、今度は高さ縛りを思いついて挑戦したくなってしまって、やっとこの企画で地上ブロックの大量収集を始めるに至った次第です。つまり一言で言い表すと、今更企画ね。ほんと今更なんですよね。なぜこうなったんだか。さて、第1層は4時間ほどで、やっと作業が終わります。で、第2層までの5時間半ほどは、最初の地図でタイガを見つけて伐採したのと、維持でダイヤ採掘を伸ばしてエンチャント道具を用意しました。というのは、第1層の整地作業でゾッとしてたからです。みるみる道具の耐久が減るわ、ダイヤは尽きるわ、いつまでも終わらないわで、これほんとやばいんじゃないかと。最初からエンチャント道具を使っていたらよかったんじゃないの？建築や整地のノウハウがなかったせいで、規模や作業時間、道具の消費量が想定できなかったんですよね。なのでまずは一度経験しておかないとと、第1層だけは早めに手をつけた次第です。なお、第1層が約4時間でしたが、エンチャント道具のおかげで第2層は約2時間で済みました。とはいうものの、整地作業は元来からの苦手なんですよね。単純にきつかったです。あと補足すべき事柄として、デバッグ画面を縛ってたため、建築場所は松明を対角線に並べる方法で調べました。全実績解除で解禁の条件だったわね。結局冒険の時間が達成ならずで、企画終了まで解禁できなかったです。さて第3層までの間は、ピラミッド拠点の整備や地図を更新した程度です。少しずつ整地や建築の要領が分かってきて、落ち着いて作業できてきました。ただまあ、やはりピラミッド建築場所をこの村に選んだのは、間違いだったと言わざるを得ません。自分で選んだんでしょうに。いえ、全くの想定外なんです。企画立案当時は、普通に整地が楽な村を選ぶつもりでいました。この企画には、取引や農作物などの資源回収を、ピラミッドで覆う村以外で禁止する縛りを設けていました。縛りを課した理由は、縛りを課さないといつまでも、村人引っ越しなどを試す気にならないから、みたいなところです。この村を選んだのは、ベッドを作ろうと羊探ししてたら夜になり、たまたま通りがかった村の、街灯の黒い羊毛が目についてしまったのが理由ですが、想定外だったのは、その黒い羊毛を目にした時その土壇場で、そういえば私は整地をがっつりやったことなかったなぁと、魔が差したことなんです。さて、第4層までの18時間半ほどの、地図27枚に及ぶ地上探索で、ジャングルなんてなかったことを悟っての建築ターンです。そういえば、マイクラには5種類の木材しかなかったんですよね。あとジャングルがあるわよ。企画開始当初には、164種類の建築材とその材料を表計算ソフトにまとめて、入手しやすさを検討しながら積む順序を入れ替え、収集計画を練り込んでいたんです。その練り込みが、ご飯3杯軽くいけるほど面白かったことは置いておいて、いわば万全な体制で企画を始めたつもりだったのですが、その計画はジャングルのせいでパーになりました。一部の計画変更を余儀なくされただけでしょ。いえ、結構広範囲に及んでます。当初は木材とそのハーフブロックは、全建築材の中で特に容易に数を揃えやすいと考えており、12層までは木材で行く予定だったんですよね。まあ原木で4倍手に入るものね。でも、木材コンプとなると、入手難易度が普通に高まるんです。さて、白樺の木材ハーフブロックの層では、2層目と比べ、時間を35分短縮できています。ブロック数は大差ないので、作業慣れしてきているのもあるかと思いますが、3段の高さの差で整地作業が少なくなった影響が、意外と大きいものと思います。1段ごとに10分程度、石を掘る量が減っているのかしらね。そういえば立方体の普通の木材より先にハーフブロックを積み込んでいますが、これは建築作業の経験不足のための判断の誤りです。立方体を積むときは後ろにダッシュしながら高速で積み込めることにまだ気づいてなかったんです。気づいて試し始めたのは15層あたりでした。最初から気づいていたら、ハーフブロックはかなり上に積んでいた？そこまでは。きつい作業を後々に残しすぎるとモチベーションが下がることもあるんですよね。そして第6層で、初の立方体ブロックの積み込みです。まだ高速積み込みを習得してないものの、単純計算でハーフブロックの2倍速いです。整地がないエリアはあっという間ね。高速積み込みの習得後は、約1000ブロックを10分ほどで積めるんです。なので計算上、立方体ブロックの積み込み作業部分だけなら、トータル20時間ほどかかっていたと思います。ピラミッド全体の建築時間を考えると、大まかな概算では整地トータルで20時間ほど、残りのハーフブロックや積雪、松明で約10時間というところでしょうから、建築ターンを全部つなげると、まあざっと50時間弱になると思います。100倍速再生なら30分ね。さて、企画のピラミッド要件はもう一つだけ設定していて、ピラミッド表面に設置物を残さないこととしていました。つまり、見栄えね。まあこれには、私はきちんと湧き潰しをしたことがほとんどなかったので、試してみたかった意図があります。また今更なのね。湧き潰しの結果を確認するには、長時間の滞在か、十分な広さが必要になるんですよね。いつまでもモブが湧かないことを確認するのですから。で、企画立案当初は、夜間も建築作業を続行することを想定してて、ピラミッドの裏側の松明や、灯火、光源ブロックの配置を先に考えていました。もし考えに間違いがあれば、夜間建築中にクリーパーが教えてくれるというわけです。でも、村にいる村人も危ないんじゃないの？その理由で、というより村を湧き潰すのが面倒だったので、結局夜間建築を断念しました。さて、特別編集版の初回は、こんな感じの整地編となりました。次回からは他の連載の合間に作っていくので、気長にお待ちいただければと思います。では、ご視聴ありがとうございました。それではまたね。バイバイ。